今までこうしなければならなかったっていうメイクの仕方というのを一旦手放すということも非常に大事になってくるわけですね。でそれが史上最高のメイクを見つけるヒントにもなるわけです。どういうことかというと、今までだったらアイシャドウはこういうふうにしてグラデーションしてこんなふうにして、引き締めてこういうふうにしてたくさん塗っていった、そういうのがあると思いますが、やっぱり40ぐらいになってくる子育てもせなあかん、いろんなことが、キャリアもついて仕事も忙しい、そういう時にはシンプルに何かを手放して自分にいいものだけをチョイスしてシンプルに作業して自分のいいところを生かすという、こういうまあメイクの仕方も、これも実は最高なんですよ。自分史上最高のメイクの、まあ、発見になるわけですね。エクステを手放しました。まつげの、つけまつげも手放しました。そしてあと自分のまつげを大切にしながらシンプルにアイメイクをしてますと。でここがポイントで、手放すということはもう今の流行を手放すという意味じゃないんですね。これはですね、まあ僕もよく言うんですけど、だいたい1年間に2回、まあ一番いいのは4回ぐらいは、やっぱりあのメーカーもですね、新しい色物トレンドなんかをどんどん発売しますから、あの僕よくプチプラコスメに、よく行ったらどうですかってみんなに言ったことあるんですね。百貨店のコスメもいいんですけど、結構あの高いですよね、全体的に高い。そうするとそれと敷居が高くて、そのあの BA さんにですね、コメントなんかをこう相談するのがちょっと敷居が高いね、そこ座れないっていう、そういう方もいらっしゃる。それだったらプチプラコスメに、コーナーに行っていろんなコスメをですね、旬なコスメを見るわけです。そうすると、あ、この色が流行ってるなとか、このテクスチャーがなんか流行ってるなっていうのが傾向値が見えますよね。その流行ってる色を一色、ま、このアイメイクに一色取り入れるだけで旬な顔ができるというね、そういうことなんですよね。で手放すというのと、その流行をちゃんと察知するというのは、これはまたあの全然違うことなんですよ。だからまずあの皆さんに史上最高のメイクをしていくときに、ちょっと、まあ、例えば40代50代の方60代の方にも言えることなんですが、旬なこと、旬なメイク、旬なものをやっぱりあの探求する、これも大事なんで、アイメイクのアイカラーと、それからリップね、リップの色で、大人の女性は赤というものをしっかりと選んでください。赤のリップの色を、旬なリップの色をつけるだけで、もう急にですね、垢抜けた顔になります。そういう風なおしゃれをしつつ、自分の年齢を重ねても素敵なメイクを作る、これが史上最高のメイクであるということを、まあ今はちょっとこう簡単に言いましたけどね、そういうのはたくさんあの本当はあるんです。僕は常に毎回言ってますけども、神様は細部に宿ると言います。顔だけじゃなくって、この手の甲とか、こういうところね、手のこの指先ね、特にこの手なんかは自分の顔を見るよりか手一番見てますから、手とかもしくは足ね、靴下履くときには自分の目で自分の足を見たりしますよね。人には見られないところだけども、自分が一番よく分かってる、まあ、そういうちょっとした見えないところをしっかりとあのケアをする、これが実はその内面を磨いていくから顔にも出てくる、顔にもそういう表現ができるようになってくる、これが素敵な女性のオーラというねことになります。だからメイクのテクニックだけで上手なメイクがしたところで、この方素敵やなとかね、この方のオーラいいなっていうのはね、その技術だけではないんですね。まあ、もちろん技術も大事ですけどね、そういう心意気であるとか、日頃の自分の、自分に対する細部までこだわったケアをいかにしているか、慈しんで自分を大切にしているか、それが顔に現れますよというところをね、しっかりと、覚えておいていただけたらと思います。コミュニケーションメイクの、岡山県の認定講師をしております利根川詩織と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどあの先生がお話しされてたあのメイクのことについてですが、私もあの、まあ、20代30代40代とやってきて、やっぱり40代に入った時にあのターニングポイントっていうのを感じましたね。そして、まあ、50代になって、まあ、あのライフスタイルが変わってきた中で、あのメイクの仕方っていうところで言いますと、あのたくさんいろんなものを使っていたっていうのから、やはりあの
引き算になっていったような気がします。そして今一番気をつけていることはあのツヤですね。あのいろいろあのあれも隠さないといけない、これも隠さないといけないっていう風にどん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 厚塗りしていくことによって、自分ではあの隠せていたつもりだったんですが、隠そうとすることによってあのどん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 そのくすみっていうのが出てきて、これはあの逆に、減らしていくことによってこう艶を出せばこう光り輝くことで、もしかしたらシミってあの気にならなくなるっていうふうにこう発想する時がありまして、あの塗るのをやめて艶を出していこうっていう方向にあの変えることにしました。そうするとあの艶の出てこう輝く肌を自分が見ることで、あの気持ちがこうどんどん盛り上がってきて、シミはあるんですけどそのシミがこう逆に気にならなくなるっていうようなことが起きまして、これって、まあ、50代になってきた時にあの隠そうではなくて、あの自分の中から出るこう艶だとか、それからあの艶を出すものをこう塗っていくことで、あのどんどんあの気持ちを盛り上げて、そうするとあの自分の中にこう眠っていた輝きみたいなのが出てくるんですね。そしてあのそれを見る自分もこう嬉しくなっちゃって、あの目にも輝きが出るっていうような、そういうような相乗効果が出るんじゃないかなって私は思って、あの最近は艶を出すっていうことにあの力を入れています。そんな感じです。いやそれはね、しおりさんね、自分の体験談ってすごくやっぱりね宝物ですよね。僕は女性ではないのでそういうことっていうのはね、更年期障害、男性版は一応体験はしてますけど、やっぱり女性のきつい更年期障害きつい方もいらっしゃいますし、やっぱりどうしても自分の自己肯定感が下がる時期っていうのはすごく出てきますよね。体の変化、環境の変化、いろんなその変化によって自分の、顔の変化っていうのも出てきます。でそれを今言われたように潔く引き算をして自分の内なる輝きを見つけたということになるわけですよね。心理的盲点っていうのが人間には働くんですよ。スコトーマっていうんだけど、それ何かっていうと、視力検査したら分かりますね。視力検査の時前に C っていうマークがあってね、上向いてるか左向いてるか下向いてるかっていう、こうずっとあの小さい中からその視力検査されましたよね。みんなねやってきてる、あの時って欠けたところをずっとフォーカスするようになってるわけですよ。分かります？左向いてるか下向いてるか、だけどあれ欠けたところだけをこう見ようとするとそこが見えるんだけど、その欠けたところをずっと見てると、この C の大部分を占めている周りの形って分からなくなるんですよ。つまりそれがシミなんですよ。欠けてるところがシミといえば、そのシミばっかりがフォーカスされて、その周りにある C という形です。それはつまり自分の顔全体の魅力ということね。目も綺麗だし眉も綺麗だしと思っててもシミが1個あるだけで自分の魅力にフォーカスできなくなる。これをスコトーマっていうんですよね。心理的盲点って言います。だから人っていうのは自分に興味のあるところに要は、脳が働くんで、興味あるということはどういうことかというと、シミに興味があればシミが浮き出るわけです。でシミを興味なくして肌のツヤが興味あるとなったら肌ツヤに興味がいくんでシミが見えなくなるんですよ。実際同じようなシミがあってもそう見えるんですね。不思議なもんなんですね、この心理学っていうのはね。やっぱりツヤでキラキラした自分の肌を見るともう一日テンション上がるし、もう嫌なシミとかそんなんも全部吹っ飛んでしまうというね、そういうことですよね。そうですね。自分の中で手放すっていうものがやはり難しいなっていうのを思いますし、大事だなっていう、両方ありますね。今まであったもの、やってきたことっていうのをこう手放すっていうのは、自分の中でそれが正しいと思ってやっていたのに否定するような気持ちにもなりますし、ですがその今までやってきたものをこうこれをやめてこっちにしようとかっていうのって
すごく勇気がいることだったりもしますね。だから新しいことを始めるっていうのが50代になるととっても難しいですね。20代の時みたいに、あ、これやってみようとか、あ、こんなのもある、あ、これもいいなとかっていう風になかなか慣れなくなってる自分っていうのがやっぱ50代になるとあるっていうのに気がつきますね。でメイクをしてるとやっぱりそれっていうのが一番あって、新しいものをじゃあ取り入れてみようとかっていうのが、そのワクワクしてやろうとかっていうんじゃなくて、なんかもうこれは、ま、似合いそうにないからやめとこうとか、これやっても仕方がないからやらないでおこうとか、そういう手放し方っていう風になってきがちなんですが、あの先ほど先生言われてたような、やっぱりあ、これ流行ってるだな、ちょっとやってみてもいいかなとか、あのそういうこう自分にこうワクワクさせるようなものっていうのを取り入れるっていうのが、あの大事かなっていうふうに思いますね。しおりさん、その今言われたその、まあ、一個その新しいことをするのが非常にまあ怖いとか、まあ、誰でもそうですね。で3年ちょうど3年なんかいや2年かちょうど2年ですかね、このしおりさん僕の本に出会って、決め手は1ミリ美前メイクという本をね読んでいただいたのがきっかけで、うん、まあ、そこから、まあ、この本講座、まあ、僕のコミュニケーションメイクっていうのを受けていただいて本講座まで行って、まあ、ここまですごい内容やったら伝えたいということで認定講師までになってもらったわけですね、うん、最初から認定講師は全く関係なかった、はい、まあ、そろそろそうですね、本講座の前は、うん、っていうか今もそうですけど、看護師さんで25年かな20年だかな20、うん、まあ、それずっと本業でされて25年ですよね。でそこにこのメイクのことってね、まあ、あの体感をするから、なんかこう一般の方が本当に感じることよく分かってると思うんですよ。もともとその25年、うん、メイクをずっとやってきた先生でっていうのとまた違いますもんね、うん、まあ、そういったことで、うん、シエルさんにとってみたら、うん、あの、まあ、3つの顔を作る、まあ、ノータイプ別に3つの顔を作るということは、メイクのバリエーションが増える、新しいことにチャレンジするスキルも、まあ、手にしたわけですよね、メイクの技術ね、うん、そんなとこどうですか、うん、それをこう手にしてからの自分のメイクに対する楽しさとか、なんか思い返していただくと、うん、そうですね、やっぱりあの今までだったらその一つのメイクの仕方しか知らないので、あの自分の中でこう自分を変えるスイッチみたいなものがなかったですね。だからあのどんな時も同じようなテンションだし、嫌なことがあったら嫌になったまんまだしみたいな、そんな感じだったのが、こう自分のテンションだとかその時のなりたい自分っていうのになるスイッチを手に入れたっていう感じでしょうかね。でそれによってあの仕事モードの自分になる時、それから、プライベートな自分になる時から妻になる時、母になる時、まあ、みたいな感じでこうあのその時々のこのスイッチっていうのを入れる、そういうものを手に入れたっていう感じでしょうか。そうですよね、あの特にしおりさんの場合、四角型というね、ちょっともうせっかくなんでちょっと資料をパッと見せますね、まあ、こういうあの低タイプ、メイタイプ、耳タイプという、ね、メイクの仕方があるんですけど、こういうレシピを見るだけでね、一般の方がすぐにこれ自分の顔を変えることは、まあ、できないんですが、まあ、練習を繰り返しているうちにいろんな顔が作れるようになったと、まあ、そういうところで、まあ、3つの顔を作るようになることによって、こうですね、あの、まあ、自分でいろんなその友達付き合い、家族付き合い、恋人、職場、商談、集客、いろんな顔を相手に見せることによって、まあ、相手のノータイプに応じた対応ができる、まあ、こういう、コミュニケーション術っていうことを、まあ、学んでもらったんでね、まあ、自分の思考をコントロールすることもできるし、ちょっと今弱ってるなと思ったら凛として頑張らなあかんと思ったら凛メイクっていうね、その、耳タイプ寄りのメイクにするとかね、で今ちょっともう頑張ってきたからちょっと疲れてるからゆっくりとしたいとかゆったりしたいとかね、休みたいという時は低タイプのようなちょっと抜きのあるようなメイクをすると、
まあ、そういうふうにして自分でメイクを楽しみながら、今は3つだけの話しましたけども、まあもう塩さんなんかになってきたらこの間を全部取りますもんね。耳タイプ寄りの目タイプとかね、目タイプ寄りの手タイプとかね、このこういうメイクのこのさじ加減バランスを組み合わせでできるっていうのが、まあ、一般の方ができない、大きなこの技術の差なんですよね、うんうん、だから多分バリエーションがいっぱい増えてくると思います、コスメカウンター行った時に、あこの色はどのタイプ、あこれだった目タイプ寄りの色に近いからこれ一回やってみようかなとかね、そういうちょっといろんな物差しができたと思うんですよ。どうでしょう、そこら辺はだいぶ違うんちゃいますか。そうですね、まあ、色もそうですし、それから何でしょう、今までだったらそのベース、まあ、色、私はやっぱり目タイプなので色のものに目がいくんですが、やっぱりベースを作るときにどういうものがあるのかなとか、だけどその、今までだったら、お値段で決めるとか、うん、それからどこのブランドかとか、そんなところが気になっていたりしたんですけど、今はそれこそ先ほど言いました、こうツヤを作るためにはどんなベースがいいかなとかいうふうな、自分の作りたいそのメイク、どうしたい、こんな風になりたい自分っていうので、お化粧品っていうのを選ぶっていうような、そんな視点になってきましたね。うん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 、なるほどなるほど。やっぱり大きく変わったんですね、視点が大きく変わる、うん、ね、うん、そうですね、やっぱり自分でこう選択する、何をしてもね、使うものもそうだし、自分のメイクの仕方も自分でこう選択をできるっていうのはね、やっぱり大きな自信につながると思いますよね、うん、そうですね、やっぱり眉が決まることによって本当に、顔の締まりも違いますし、で眉でその人っていうのが表現できますし、メンタルも違ってきますし、でも眉っていうのは本当に大事だと思います。もうお顔の中では命ですね。かなりの眉を触ってきてどんどん変身させてきてるんで、うん、もう客観的にパッとこう見た瞬間にここのここがもうちょっともったいないとかっていうのはあるんでね、うん、まあ、ぜひ今後ね、この番組を見ていただいてて、眉をなんとかしたいなと思う時はぜひね、まあ、今日はこういうことでちょっと助っ人にも入っていただきましたんでね、また今後ともまたよろしくお願いします。ということで塩さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。まさみさん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。